はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回からファイナルファンタジーブレイブエクスバイス言いづらいをやっていきたいと思います。こちらはスマホのアプリゲームですね。まあ基本無料で、まあアイテムを課金していく形態になるのかな。でちょっと最初試しでやってみようかなと思ってやってみて、で後でまあアンインストールしてまた初めからやるかって思ったら、どうもアンインストールしてもちょっとねデータは残っちゃうみたいなんで、まあ序盤最初だけちょっと進んでます。なんでちょっと始めると、まあ絵はね多分見た感じ結構綺麗っすね。でさらに序盤のその物語とかもう全部すっ飛ばしたんで、いきなりちょっと分かんない状態っす。でこれでワールドマップに行って、でユニットとかもよく分かんないんですよね。この左上の土の神殿、これが一番最初のところなんですけれども、ちょっとこれすっ飛ばしてやっちゃってるんで、次ですね、このラティウスの森っていうところからやっていきたいと思います。編成とかちょっと全然説明聞いてないからわかんないんだけど、どうなんだろうな。ユニット確かね一人引いた気がするんすよ、こいつ多分弱いと思うんすけど。あとそういえばその事前登録したんで、なんかティナがいるはずなんだけど、魔導アーマーに乗った、これはちょっと今のところわかんないんで、まあこの3人で行きますか。でリーダーが真ん中の黄色の髪ですね。名前すらわからん。でなぜかフレンド登録がもうすでに17人来てんだけどこれどういうこと。フレンドになった方がいいのかな。いやなんか超強そうだな。3番目とかティナの窓アーマーっすね。そう、この鉄仮面みたいなやつなんだろう。あ、ビビがいる。ビビ、クロマ同士。あ、リディアもいるじゃん。まあ一応 FF キャラクターはねどうも出てくるみたいなんで、まあとりあえずやってみますか。ちょっと自分もさっぱりなんですけど、お、3人になってる。ワールドでラティウスの森、ランク5まで消費体力0、バトル数3。バトル数って何これは。あ、同行者ね。ここから多分フレンドになってればフレンドとかも選べるんですかね。みんな一緒だな、ほとんど。登録だけした人かな。まあ、これはちょっと適当に、一応同行者ありってあるんで、なんかこの人だけちょっと違うな。シャドウになってるから、この人連れていきましょう。なんて読むんだろう、読めない。出発する。なんでもしねリセマラやる人はこれどうもねデータをアンインストールしても消えないんで、スマホが2台必要っすね。2台目のスマホに1台目のデータを移して、1台目のデータを空にしてもう1回やるみたいな。ラスウェル、この黒髪はラスウェルっていうのか。ここにもモンスターがいるのか、面倒だな。レイン、気をつけろラスウェル、こいつら凶暴化しているぞ。あまり凶暴には見えないけどな。ナッツイーター、もしやクリスタルが破壊された影響か。クリスタル破壊されたっけ。ああ、おそらくな。で、俺何すんの、ちょ、わかんねえんだけど。攻撃した。ちょ、わかんねえか、オートにしよう。オートって殴ってんだけどさ、どう見ても3番目のやつ魔法キャラ、お、結構食らうな。いくつダメージが当たってんだかわからん。いやーちょっと最初の説明を読んでなかったのが痛いな。全然わかんないぞ。お、また戦ってる。ヒットポイントが表示されないですね。まあ味方のヒットポイントは表示されますけど、ちょっと次オート外しましょう。自分でやる。で次が3戦目でしょ。ボスって書いてある。キラーマンティス、ミトラの街はまだか。おそらく半分くらいは進んだところじゃないか。まだ半分か。少し疲れてきたな。この戦闘が終わったらラスウェルおんぶしてくれ。意味わからん。断る。まずこいつタッチして、こいつタッチして、なんか使えないの魔法みたいなの。これはトロン、ちょっとやってみよう。ああ、魔法サンダー。え、これ何使えないの。謎だな。まあ攻撃するか。ほい。
シャドウも攻撃。いまいち何ダメージ、全然人々減ってる、超強いんだけど。回復とかどうやんだ、まあ、攻撃するしかないよな。ちなみにこれもう畳みかけた方が、あ、なんかチェーンってつながりますね。カマ食らったら死ぬ、あ、死んだ。さよなら。うん、序盤にしては、てかシャドウ超強えな、防御力が高い。まあ俺のキャナじゃないけどね、だって92くらいもんね。いやでももう少しで倒せんな、もう2ターンくらいか。うん、痛い。次のターンで終わりだな。まあレインが死ぬ前に型をつける。これ何、棒切れみたいなのが出てきたんだけど。クエストクリア。ギル32円、経験値120。これ死んだやつ入るのかな。ランク経験値ランクアップまであと6。ほうほうほう、あ、死んだやつもレベル上がってるわ、よかったよかった。生命の玉、なんかいろいろ手に入れたけど使い道がわからん。あ、フレンド申請ね、これね。なるほど、ここで多分俺が出てきたんだな、みんなのところに。で、まあ最初みんな多分フレンドいないんで、まあ、フレンド申請をしてくれたと。そういうことか。うん、この人強いけど、どうしようかな。まあいいや、とりあえずフレンドは申請しないでいきますか。で、中央部も進むと。また誰か連れてきましょう。どうしようかな。てかみんな一緒だな、ここにいる人たち。じゃあ、魔導アーマーティナを連れてくか。で出発すると。ちょっと戦闘をね、もう少しシステム後慣れないといけないですね。ちょっとグダグダになっちゃうんで。クソ、どれだけモンスターがいるんだ。レイン、しっかりしろ。ここで俺たちがやられたら死んだ兵士たちに合わせる顔がないぞ。ああ、分かってる。俺たちはあいつらの分まで戦い抜かないとな。よし頑張れ、ほい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 と。ティナ行け。これ見ると強えんだか弱えんだか分かんねえな。うお、44くらった。だからさ、この魔法どうすんだよ、魔法。一応マジックパワー、設定はされてますね。あれ、こいつまだ攻撃してなかった。あー、チェインが繋がってないから多分倒せなかったのかな。オーバーキル。オーバーキルをやると、アイテムとか、手に入るんだったらガンガン攻撃していくけど。ほら行け。あとリミットっていうのもトロン溜まってるな。うお、2発食らったか。あれ、これ敵は勝手に攻撃するのか。上の敵が死んだから多分2人は下の敵に攻撃したんですね。リピート、まあリピートは攻撃か。っていうか戦闘はじゃあオートでいいかな、もう見守るだけで。またボスか。そうすると全然違った、普通だった。倒した、残ってる。うわ、残ってる。うわ、トロンがな、やっぱ魔法キャラはヒットポイントが少ないな。ドラゴンファンタジーもそうだったけど、まあこいつがビビくらい無双してくれればいいんだけどな。あんまり期待はできないよな。まあとりあえずクリアっすね。ギル31円、92ランクアップ。ランクが3になった。体力1アップ。ラピス100。よーし、多分このラピスがあれっすね、まあガチャを引くためのアイテムみたいな。またなんかいっぱい手に入れたけどちょっとわからないんで、そのままフレンド申請はしなくていいと。で、森、まだ森が続くのか。結局ここにいる
メンバーはほぼ一緒だな。というところなので、じゃあまたこのティナを連れてきますか。出発する。アイテムポーション ×3。 ここら辺でなんか決められるのかな。覚醒とかわからんから、とりあえずこのままでいきますか。お、そろそろビジョンの力にも慣れてきたような。ビジョンの力ってなんだ全然わからん。ずいぶん詳しいようだが、これもあいつから教えてもらったのか。ああそうだ、レーゲンさんから教わった。ち、あいつどうしてラスウェルだけに。ひいきだよひいき。それだけ将来有望だったんだろう。お前は素直に教えを受けないと思ったのだろう。やっぱひねくれてちゃダメっすね。確かに納得してんだ。言われてみればそうだ。なんかさ、右湖のさ下に宝箱っぽいのなかった？え、そのまま戦闘に入んの？まあオートで。これなんか戦闘スピードもうちょっと速くできないのかな。もう少し速くてもいいと思うんですけどね。あ、ティナなんか撃ってますね。なんか何もしてねえじゃんとか思ったけど、ビームみたいなの撃ってた。じゃあここは多分ボスがいるな。おお、ファイアービーム。ゴブリンじゃん一番後ろのやつ多分。お、なんだ、倒せなかったのか。ギガントード、ゴブリンは弱えな。ここに来てゴブリンか。一番最初に出てきてよかったんじゃないか。これだけ見るとさ、もう誰が強いんだかさっぱりわかんないんだけど。62ってやつがいいんだ。誰だ62。ティナなんか3回くらい当たってる。魔導ビーム、ファイアービームかなんか知らないけど。よし、ボスバトル。お、オチューじゃん。で、手前のやつがコチュー。大丈夫か、これ魔導士死ぬんじゃない。う、101とか、やべえな。なんか魔法を使えよ。あぶねえあぶねえ。ティナもな、そんなに強力的な強さはない。もう126しかねえし。うおー、なんかダメージが重なった時643に見えた。コチューは全滅したか。仲間呼んでこないよな。行って68、次食らったらティナ死ぬな。これ大体いくつだ、5分の1くらいか。当たったの6分の1くらいか。ようやく3分の1だもんな、これ見た感じだけど。これもう見守るしかないの。わー、ティナやられた。これはかなりきついぞ。お中ダンスってなんだ。うおー、トロンもやられた。てか普通にこれ負けんだろ。ちょっと待って、オート解除しよう一回。うわー、死ぬ。なんか回復、なんか回復ないの。ポーションみたいなのなかったっけ。設定がある設定二郎。あー、なるほど、バトル表示をオフにするともう少し速くなるのかな。レインのヒットポイントがやばいんで。なんかないの。何にもないじゃん。こういう魔法まだ覚えてない。これは多分アビリティっぽい感じですね。ヒットポイント 10% アップって。ポーションを使いたいんだけどな。ポーション使えないのかな。リセットって何。ここをタッチしても攻撃だろう。あ、スライドでなんかできんな。こっちにも、あった、ポーション。使おう。これ。いくつ回復すんだ。
200か。まあそこそこだな。じゃあラスベルをちょっと回復役に回して、めっちゃポーション使ってるけどいいよね。でこいつはフレームソードを使いましょう。くらえ。 あれもう一回タッチしないとダメ。あ、なるほどね、タッチして行動するのか。フレームソードいくつ当たったでラスベルもなんかリミットが使えるんで、ラスベルもリミットを使っていきましょう。ブリザードよりは試練一戦。こいつは氷属性か。でレインはちょっともう一回回復させとこう。ほい、回復いけ。試練一戦84。もうあとはこれ押し切るしかないな。攻撃攻撃、あとはもう完全オートで見守るしかない。うわー、押し切った。よーし、ふう、驚いたな。この森にオチューがいるなんて。クリスタルが破壊された影響だとするとこいつは面倒なことになりそうだ。急ごう、ミトラの町はもうすぐだ。なんでミトラの町へ向かってるんだ、全然わからん。ステージクリア。おお、ラピス100。これでラピス400になってランク4で、ラピス100手に入れて500と。おお、トロンのレベルが上がった。こいつ魔法ファイヤー覚えた。よし、魔法の使い方も多分スライドすれば使えると思うんで。でここら辺はちょっと相変わらず分からん。まあフレンド申請はしなくていいでしょう。でミトラの町か。でこのラティウスの森をクリアするとちょうど右上のラピスが500貯まるんですよ。ちょっと調べたところなんですけどね。でこの500個を使って多分ガチャが引けるんですよ。どこだろう、召喚かな。そう、これっす、レア召喚っす。で星3以上のユニットをゲット、召喚1回500円ということで、500円っていうか500ラピスで、星3星4星5まであって、星5が出ればまあ当たりということですね。でこれを引いて、まあ、星5が出ればまあリセマラする人はまあそれで終わりと。まあ星5の中でもユニットはいるんで、まあリセマラ続けるかはあれなんですけれども、でそのリセマラをするにもこれを引きますと。とりあえず引きましょう、500個あるんで。まあそうそういいのは多分出てこないと思うんですけど。でこれなんか色があるみたいですね、そのレア度によって。で多分星5とかは確かなんか赤だったかな、なんかそんなような情報があるんですけど。でこいつはクルル。クルルって誰、ククルじゃないの星3っすね。まあ普通のキャラ。赤魔導士か。魔法、ライブラ、サンダー、エアロ。特殊、レベル40とか、まだまだ先だな。トラストマスター報酬って何、サンダーが。装備とかってなんかしてんの何も装備してね。アビリティもなんもねえな。え、アビリティと特殊は違うのか。でこれでまあそのレア召喚をラピス500個溜まったところで引いたんで、もう自分はラピス0っすね。でここでいいのが出なかったらまあもう一回ちょっと初めからやり直すという形になるんですけど、その初めからやり直すにもまあちょっと最初にも言ったんですけど、単にアンインストールしただけだとデータは消えないんですよ。またインストールし直しても、ここから始まります。なんで今ここにあるデータをこのメニュー画面から、タイトルに戻って、タイトルに戻るんだっけな、それはあれか、復旧か。で最終的にはもう一つのスマホにデータを移すんですよ。メニューからデータ引き継ぎですね。このデータ引き継ぎを選んで、まあ、これ発行すると
その発行番号とパスワードが出るんですよ。パスワードは自分で決めるんですけど、でここパスワードまあ仮に入れたとして、で、まあそれを多分メモっとくんですよね。でもう一つのスマホも、このファイナルファンタジーをダウンロードしておいて、もう一つのスマホのまたここ押しちゃった、すいません。ちょっとさっきの一番右下の復旧画面ですね。タイトル戻って、でこれもう一台のスマホだとします。でもう一台のスマホだとすると、この復旧画面を押して、引き継ぎですね。でこれさっきの、引き継ぎコードが出てくるんで、それを入力するともう一台のスマホにデータが移されます。でスマホ一番最初の、まあ、スマホ A の方はデータが空になるんで、始めるともう一回あの森まで行けると。で森までクリアするとラピスが500貯まるんで、でもう一回ガチャを引くと。でガチャを引いていいのが出なかったらまたデータを移すと、スマホ B に。でスマホ A のデータが空になるんで、もう一回最初からやって、いいキャラが出るまでやり続けるのが、まあ、いわゆるリセマラですね。まあ自分はちょっとスマホ2台持ってないんで、リセマラはできないっす。なんでこのまま、進めていきたいと思いますので、さっきのなんかクルルですね。ということなので、まあ次はミトラの街ですね。ここからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。